皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校1年生の国語化、根拠を明確にして書こう、意見文、3時間目の内容です。前回の動画の活動では、挿し絵 A と B、それぞれの長所短所を挙げて、どちらがふさわしいかという自分の主張を決めました。また、意見文に使う根拠を決めました。 3時間目では実際に意見文を完成させてほしいと思っています。教科書は112ページを開けてください。それとワークシートの ③ と書かれたものを準備してください。実際に意見文を書くにあたっての課題は、これまでの動画でも繰り返し伝えている言葉ですが、説得力のある根拠、 になります。どうすればよいか迷った際には、前回の動画や教科書111ページの言葉の力を見聞きして参考にしてください。最初から完璧な文章を書こうとして行き詰まってしまう人もいますが、はじめから完璧を求めすぎず、まずは最後まで書いてみましょう。それから一つずつ改善点を見つけていって、 修正していけば問題ありません。意見文を書く時間を目安として20分から30分と設定しました。ワークシートには 20, 20文字 ×10 行の計200文字の枠を用意しました。今からこの動画を一時停止して書き込んでみてください。書き終わりましたら再生ボタンを押してください。では 始めてください。書き終わりましたか文章が出来上がったら読み直してみて振り返りをしましょう画面に示した振り返りの観点に従って何度も読み返しながら完成度を確認してください自分ではない誰かが目の前の意見文を読んだ時に どれだけ納得してくれるでしょうか誤字や脱字はありませんかこれから読み直し、振り返りの時間を10分から15分ほど取ります。振り返りの枠の中に言葉で記入しても良いですし、文章の横に色ペンで線を引っ張ったり、直しを加えたりしても良いと思います。動画を一時停止して、振り返りが終わったら再生ボタンを押してください。ではどうぞ。 自分の意見文の振り返りはできましたか今回、大分ライオンとキツネについての意見文を書きましたが、どのようなテーマでも意見文の書き方の型そのものはほとんど同じです。基本の型はどのような題材でも使えます。この意見文の単元は全6時間扱いです。残りの4時間目から6時間目の内容では物語の差し絵ではなく、 新聞記事の図版についての意見文を書いてもらおうと思っています。書く流れは1時間目から3時間目の内容とほぼ同じです。新しい問題に取り組んで様々なもののことに対して意見文を書けるようになってほしいです。それでは茨城オンラインスタディ中学1年生の国語化根拠を明確にして書こう意見文3時間目の内容を終わりにします。お疲れ様でした。